さんこんにちは、朝比奈彩です。今回はですね、今の国のアリスシーズン1の裏話をちょっとお話しさせていただけたらなと思うんですけれども、まずはシーズン2が決まりました。本当にすごい。配信されて12月の末とか1月ぐらいにはもう決まったってなってましたよね。配信されてほぼ1ヶ月後ちょっとでシーズン2が決定いたしました。ありがとうございます。本当にシーズン1が配信された後、反響が本当にすごくて、シーズン2見たい見たいっていうコメントをいただいてたんですけど、そりゃ私もやりたいですよって思いながらコメント見てたんですよね。だけど今回シーズン2が決定したので、どれぐらい後に映像が配信されるかどうかわからないんですけど、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今の国のアリス、たくさん見てくださってる方がいらっしゃると思うんですけれども、ここで内容をね、いろいろとお話ししちゃうと、多分これから見てくださってる方、見ようと思ってくれてる方々にネタバレとかそういう風になっちゃうとすごく嫌なので、ここではドラマの内容をお話しするっていうよりは、現場で起こってたエピソードをこうメインにお話しさせていただけたらなと思います。そしてあとね、佐藤監督が登壇してた時におっしゃってたように、多分この今の国のアリスっていうのは情報を本当に頭の中に入れてない状態でドラマを見進めていくのがめちゃくちゃ面白いと思いますので、いろんな情報を調べたりとかせずに一回見てみようかなと思って見始めるのが一番面白いと思うので、ぜひまだ見れてない方は見ていただけたらなと思います。一番最初どういう気持ちですか？お話いただいた時、私が声をかけていただいた時は、主演のタオちゃんとケント君、2人はもう絶対に決まってます、あと何人か決まってますよっていう形でお話をいただいて、いやもうオファーいただけてることにすごく嬉しいですし、でまだ見てない方はわからないかもしれないですけど、作品中にアクションを私がやってるんですけれども、そのアクションをやってみたいっていう気持ちがやっぱりずっとあったので、演じながらこうアクションをするっていうことを、あ今回できるんだっていうことをすごく楽しみにしていたので、この作品が決まった時は、まあ、率直に嬉しかったし、まあ、役的にすごく難しい役なので大丈夫かなっていう不安も抱えながらスタートしたっていう感じですかね。原作とかは読んだことあったんですか？原作あります。原作漫画も読んだことあるし、今ネットフリックスのドラマでは1話から8話ぐらいまで配信されてるんだけど、4話ぐらいまではアニメもあって、そのアニメも見たことあるんですよ。そうだからね、全然内容とかはもう全て知ってるっていうような感じでしたね。撮影期間ってどれぐらいだったんですか？7、8、9、10、12、半年ぐらい。私で半年だから、ケント君とかタオちゃんとかはもっと前からだから、ほぼ1年ぐらいかけて撮影してるんじゃないかな。でもその半年よりも前からアクション自体はスタートさせてるので、柳さん演じるラスボスとアクションシーンっていうのがあるんですけれども、そのアクションに向けてね、こういう動きの方がいいんじゃないかとか、私の動き的にこっちの方がやりやすいんじゃないかっていうのをアクション監督の方とお話ししながらこう進めていくっていうような形でやってたけど、アクションずっとやりたくて、いざやってみたら自分が思ってた通りに体が動かなくて、やりきれないみたいな、残しながら練習をずっと続けてて、悔しいっていう気持ちでずっとアクションの練習をやってたっていう感じですかね。結構大事な役、だったと思うんですけど、プレッシャーってありました？ありますよ。難しいもん。これはもう今ここで難しいって言ってもどう難しかったのって話なんだけど、もうドラマを見てもらわないとわからないんですよ。これがまたそれを言っちゃうともう全然面白くないし、もうそれは本当に見て、ああここが難しかったんだなって思ってもらえたらいいんだけど、まあ難しいなって思う要素はやっぱりありましたね。身振り手振りもそうだし、喋り口調だったりとかもそうだし、まあいろいろと難しいなって思う点はやっぱりありましたね。ネットフリックスの現場ってめちゃめちゃ豪華っていう噂聞くんですけど、すごい、もう本当にすごいと思う。多分見てくださってる方とかももう知ってると思いますけど、それこそ栃木の足利とかの方に渋谷がそのままの大きさであったので、渋谷の駅の中とかも見に行った。改札のところとかも忠実に再現されてたから、渋谷の改札とか男子トイレ女子トイレってあったりとかするから、そのトイレのところ行ってみたりとか、いろいろねやってみましたよ。すごかった。映像を見させてもらった時に、どこからどこまでが CG とかっていうのも分からないし、そこまでのクオリティの作品に出演できてるんだ、すごいなって思います。すごく撮影の現場で仲良かった俳優さんとか女優さんとか
仲良かったであげるとやっぱりチア団の時に一緒だったチアタオちゃんとかはチア団終わってからもちょこちょこみんなでご飯行ったりみたいなこともあったし、このドラマの作品に入ってからもお仕事の話もしながらこういうの食べたいねとかっていうお肉の話したりとか、タオちゃんもアクションっていうのがあったりとかもしたので、体をこう柔らかくストレッチをしたりとか、そういうのをねやってました。私と三好彩ちゃんとかは結構露出がしっかりある方なので、ボディクリームをひたすら塗りながら過ごしてましたね。まああとはもう私、まあ、二人三脚じゃないですけど、ずっと一緒に撮影をやらせていただいてたので、村上虹郎くんが一緒だったからすごいお話しする機会も多かったし、めちゃくちゃ若いんですよね。22、3とかだったみたいなんですけど、もうお話ししてるとそんなこと全く感じなくて、自分よりも年上の方と喋ってるぐらい知識も豊富だし、文章の組み立て方とかもすごいなって思うし、この人何みたいなと感じがすごいあったんだけど、でもなんかこう関西に少しいたこともあったのか、関西っぽい感じのノリみたいなのも持ってて、すっごいあの話のテンポ感とかも喋りやすいし、撮影の時は撮影の時で、撮影じゃない時はまあ普通に和気あいあいとお話ししながらっていうような感じでしたね。山崎賢人くんとかは本の時に一回ご一緒させてもらってて、でももう5年前とか6年ぐらい前とかの話だから、本人も覚えてらっしゃらないだろうなって思ったんですよ。でしかもそのコーナーの一企画みたいなのを持たせていただいてたから、テーブルに座ってスタジオの中でずっとこう時間を過ごすっていうよりは、コーナーの時にだけ出てきて最後のところだけ締めて終わりみたいな形だったと思うんですけど、今回作品中に朝日奈江です、よろしくお願いしますって言ったんですけど、あのポンの時お会いしましたよねとかって言ってくれて、こういう人がモテる人なんだなって本当に思いましたよね。初めてお会いしたからって言ってこう忘れてないっていうのもそうだし、パッと第一声目にそれを言える感じがやっぱすごいなと思って、主演でねやられてるそれこそ山崎賢人君と土屋太鳳ちゃんの凄さみたいなものをやっぱ改めて感じた日でしたね。直接お会いした日とかは特に。なんかこの、 あのアリスのドラマが始まってから、うん、この朝比奈チャンネルを見てくださってる方がめちゃめちゃ増えて、うそー、海外の方とか、海外の方めちゃくちゃ多くなりましたよね本当にありがとうございます。もう本当に英語がね本当に喋れないので、ちょっと勉強して喋れる日が来ればいいなと思ってるんですけどね、あの YouTube のそれこそいいところって日本人だけじゃなくって外国人の方とか本当に幅広く見ていただける場所だから、テロップのところとかも英語のこう字幕をちょっと増やしていきたいなとか、そういう風に思ってたりとかもするんです。だけどなかなかね、やっぱり日本にも住んでるし日本の方が見てくれるっていう意識がどうしても強いから日本語になっちゃうんだけど、でもこう海外の方ともねしっかりとこう交流が取れるように、コメント欄とかは全部見れるようになってるし全部確認してるので、皆様がこう思ってることとか、今の国のアリス見たよとかっていうコメントをもらえたらすごく嬉しいなと思います。はいそんな感じかな。いろいろねもう本当に話したいことはたくさんあるんですけど、どう話したらネタバレにならないかっていうことを考えながら話してるからすっごい難しくって、だけど今回その今の国のアリスのシーズン1を終わりましたってなって、もうシーズン2すごい見たいですみたいな声を本当たくさんいただいて、私もやりたいって思ってたけどこんなにたくさん声いただけるんだってぐらいたくさんもらったので、公開される日を楽しみにしていただけたらなと思います。なのでまだ今の国のアリス見られてない方はネットフリックスであの独占配信されてますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。なので皆さんぜひチェックしてみてください。